りしやすいお尻というのはね、お尻の筋肉ないお尻とか、例えば緩んだお尻。先生は普段そんなことを見ながら生きてるんですか？いや、時々誤解されますけどね。いやおしゃれな女性が集まる街に、果たして尿漏れ尻はいるのか、早速探してみましょう。この中でひっそり見てみましょう。こんな感じも上がってますね。上がってますね。これはハートですか？合格。お尻の筋肉がきれいに上がっているハート型のお尻。尿漏れとは無縁の理想形。しかし、ひとたび内臓を支えるお尻の筋肉が緩んでしまえば、その奥にある骨盤底筋も落ちてしまいます。お尻の筋肉を鍛えると骨盤底筋が鍛えられ、尿漏れ予防にもつながるのです。鍛えるべき尿漏れ尻はこの3つ、垂れ尻、二段尻、ペチャ尻です。あ、この方はどうでしょう？ここの横がね、お尻ね、ゆるゆるとここのゆるゆるになってます。横がね、ここのところが上に上がりたいんです。二段尻です。彼女のお尻は筋肉が垂れてしまった肥満型の二段尻。立派な尿漏れ予備軍です。痩せた女性に多いペチャ尻、その特徴は筋力締まりが少し弱い、お時間あったらぜひ一緒に運動しませんか？はい、こちらですよ。さあ、ここから尿漏れ予備軍を大改造。銀座でゲットされた危険なお尻たちがずらーりと並びました。さて、その予防法、それでは教えてもらいましょう。グラマラス尿漏れ予防体操。片足をちょっと前に出します。まず足を交差します。その時、前に出す足を直角に開きます。次に後ろ足のかかとを上げ、胸を張って体重を前足に預けます。その時、大切なのが太ももの内側とお尻の穴をギュッと締めること。骨盤底筋につながるお尻の穴を締めれば、下に下がった筋肉が鍛えられるのです。さらに、お尻の筋肉を鍛えれば理想のハート型ヒップになり、足も長く見えるとか。ここでお尻を締める秘策中の秘策。ふーちゃん出ないように、ふーちゃん出ないように。そう、おならを我慢する要領でお尻を締め10秒キープ。先生のアドバイス通りにお尻の穴を締めると、今まで動かなかったお尻が動き出しました。ギュッと前、尿漏れ危険度大のペチャ尻も動き出しました。ポコッと上がったでしょ、はい、ずっとこういうラインになりますね。次々とハート型にお尻が動き出した女性たち。壁かなんかに先生触りながらでもいいですか？危ないから。お年寄りはね、こうやってぶらつくんですよ。ですから壁をちょっと持って、ね、それでこう、無理しないと。ここでスタジオ騒然、驚きのお尻のたるみチェック方法とは。お尻がしぼんできて垂れてるんじゃないかなって思うのは、自分でどうやって判断すればいいんですか？あのね、触ってみるんだけどね、ちょっとね、みのちゃんね、はい、あの、みのさんね、はい、みんなの、あの、お尻を持ってね、はい、後ろこう、こうやって私やるでしょ、こうやってお尻をこう持ち上げてね、はい、ちょっと歩いてみてください。そうするといかに軽く上が、あの、歩きやすいか、足がこう上がる。あ、ほんとだ、みんな、テレビをご覧のあなたもお尻を持ち上げて歩いてみてください。とっても軽く感じたら要注意。じゃあお尻のポケットに手入れて、でお尻を持ち上げてね、わからないようにポケット入れて、で、なんかこう肩もこう張るから、こう歩いてる時は尻を持って歩いて、止まったらこうやって。